部ってやっぱ未知じゃないですか。浪人してる人ってどれくらいいますか。医学部カップルは同級生同士が多いですか。受験と定期試験どっちが大変ですか。解剖学の実習は大変でしたか。将来何科で働きたいですか。医学部の謎を暴いていきたいと思います。皆さんこんにちは、みさきでーす。今日はですね、私医学部に入ってもう結構経つ、医学部バスターなんじゃないかと思って、まぁ、ちょっと言い過ぎか、医学部に入って結構経つということで、インスタグラムの方でこんな風にね、医学部に関する質問をしました。そしたらたくさん質問をみんなが書いてくれたので、今日はどんどんそれに答えていっちゃおうかなと思います。全部でね400件ぐらい質問もらいました。マジで本当にありがとうございます。医学部ってやっぱ未知じゃないですか。何学んでんだとか、どんなことしてんだこの人たちっていう、ちょっと未知な部分多いと思うんで、たくさん医学部の謎を暴いていきたいと思います。それでは早速行ってみよう。医学部何年生ですか。はい、私はですね、医学部5年生です。次2024年の4月から6年生になります。医学部にはクラス分けってありますか。クラス分けとかはないです。入った瞬間ドーンってその一クラス、私の学校は一学年120人なんだけど、まあ大体100人前後ぐらいなんかな。もうそれが一学年一クラスドーンって感じでやってますね。浪人してる人ってどれくらいいますか。してる人は何年くらい浪人してますか。数えたことないけど、体感半分か半分弱ぐらい浪人しとんじゃないかなって思います。私も一浪だし、周り見ても一浪と現役半々ぐらいな気がする。医学部の男女比どれぐらいですか。これ学年によって違うんですけど、私の学年は120人に対して女子3、40人だったかな。けど4つ上の学年とかは女子20人とかだったらしくて、ほんまに学年によって違う。けど最近女子増加傾向、下学年に行くにつれてどんどん女子多くなってるイメージです。医学部カップルは同級生同士が多いですか、それとも学年違う同士が多いですか。いや、同級生同士もおるけど、学年が上がっていくにつれて、ほら、それこそ医学部って一クラスだから、どんどん友達みたいになっていくから、新たな恋愛って生まれないことが多いですね。医学科の学年同じ同士は低学年のうちとかに早くから付き合っちゃうケースが多い。学年違うカップルも結構多い。医学部って1年から6年までいるから、先輩と関わる機会が多くて、サークル一緒とか部活一緒とか、そういうなんか実行委員一緒でしたみたいな学年差カップルは結構多いです。医学部って他の学部より忙しくて時間もないですか。他の学部とあんまり比較したことがないんですけど、まあ、テストは忙しいと思う。なんか履修登録とかはね、本当に大学からボーンと送られた時間割で過ごしていくのでないんですけど、まあ、テストは忙しいし、授業はみっちりだね。1年生の時ぐらいかな、全休があったのは。2年生からもう毎日月金で、まあ朝から夕方までずっとあります。待って、秋コマ欲しかったなぁ。今年国試。ちょうど1年後ぐらいに国試です。試験はどのくらいの頻度ですか？いや、これね、学年によって違うんですよ。1年生は、まあ一般教養なんで、他の大学生と一緒？時間割り組んで、履修登録とかして、第二言語も自分で選べるし、文系理系科目で興味ある物理とか、家庭科っぽいのとか、そういう統計とか、まあそういうのいろいろ選んで組めるんですけど、1年生の時はテスト週間があるから、テスト週間に受けるって感じ。みんなと一緒な感じ。2年生は基礎科目が始まるので、基礎科目が勉強し終わるごとにテストなんで、まあ1ヶ月に1回ぐらい大きいテストがボンボン来る感じ。多い時は2週に1回とかで、結構莫大な量のテストがドーンと来る感じが2年生かな。3年生は耳鼻科とか、それこそ泌尿器とか循環器とか呼吸器とか、そういう各診療科を学んで、それがそれぞれテストになるので、週に1回その診療科のテストがありましたね。毎週月曜か火曜はテストみたいな。回数が多くてしんどかった3年生で。4年生は CBT っていう、もう国家試験もプレテストみたいな、もう大きいテストがあるんですけど、まあ、それが1年から4年までの習った範囲が全部出るテストなんですよね。まあ、それがかなりしんどかった。こんな感じで動画も出してるので、はい、詳しくこっち見てください。で、4年生はあと実技試験もあるかな。で、5年生は実習なんでテストはなかったです。で、6年生が国家試験と、その前に卒業試験と、また実技試験がある。この3つがある感じかな。まあ、だから学年によってテストの頻度は違うって感じです。受験と定期試験どっちが大変ですか？いや、こういう質問結構多かった。受験と定期試験ね、なんか別の大変さだよね。でも勉強量からしたら、受験期の勉強量と定期試験直前の勉強量ってあんまり変わらんと思う。それぐらい勉強する。なんなら定期試験直前の追い込みの方が受験の時よりも勉強することあるかな。けど大変さで言ったら大学受験の方が、やっぱ回数が少ないっていうのと、入り口が狭いから、そこの倍率とかの大変さは医学部受験の方があるんかなとは思います。まあ、けど勉強量で言ったら医学部もかなり勉強しますね。どのくらいの人が最新にかかりますか？
いやこれねテストによるんですよ。この試験難しかったのにかからんのなんでみたいな試験もあるけど、かかる試験はやばくて、それこそ2年生の時の合同試験があったんですけど、その時はかなりかかってた。私の学年だいたい120人の学年で、何半分ぐらいかかったんかな、言い過ぎ、まあ、学年によって違うけど半分以上落ちたみたいな伝説の試験があるっていうのは聞いたことがある。試験によって違いますけど、かかるやつはめっちゃかかる。医学部6年間で一番大変な学年は何年ですか？6年生経験してないか分かんないんだけど、まあ、6年生大変なんじゃないってめっちゃ思う。だって国家試験あるし、卒業試験あるし、就活もあるし、まあ、とにかく6年生忙しそう、目まぐるしく過ぎていきそうだなっていう印象があります。まだやってないか分かんないけどね。テストで言えば2と4が大変だったかな。2と4、個人的にはね。2年生はやっぱり重いよね、一個一個の試験が。試験の回数は3年生ほど多くないけど、落ちたらすぐ留年みたいな。で、結構留年と隣り合わせでヒヤヒヤしてたかな。で、4年生はとにかく CBT がしんどかった。留年する人多いですか？留年する人ね、おるよ、おるおるおる。と学年に何人かな？毎年10人まではいかんけど、5人ぐらいするんじゃない？解剖があった2年生の年とか結構留年したし、4年生のね、CBT でも結構留年したし、留年しますします。バイトとかしてました？ね、結構してました。1年生の時から。何したっけ？塾講もしたし、カフェもしたし、ホテルのウェイトレッスンみたいなのもしたし、まあ、とにかくいろいろしたな。いろいろ経験しといた方がいいと思います。アルバイトは何年生までできますか？これマジで人によるし、キャパにもよるんですよ。バイトしててもめちゃくちゃ勉強はかどって、時間の使い方うまくて勉強できる人は全然6年生の夏とかまでできるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、6年生になったらだんだん忙しくなってくるんで、まあ、できんくなっていくんじゃないかなと思います。だから5年生いっぱいか、まあ、6年生初めぐらいまでかなあ。あとテストががっぽり来る時期とかはやっぱバイトに出てる暇はないんで、その時期はシフト入れないでおくとか、融通聞かせてもらう必要があるんかなって思います。私も結構そうしてもらってました。医学部ってドクターヘリなどの救急に対しても学べるんですか？うん、学べます、全部学びます。医療ドラマで見る全てを学ぶと思ってください。人間の解剖とかはしましたか？これ人体解剖実習のことかな。はい、2年生でしますね。でも医学科だけじゃなくて理学療法の子もするって言ってたし、それこそ歯学部の子もするって言ってたし、この医学科だけじゃないんですよねこれって。うん。解剖学の実習は大変でしたか？もしそうでしたら何が大変だったかお聞きしたいです。解剖実習はね大変だったけど、まあ、何が大変だったかって言ったら、予習していかないと実習しても何が正解で何が不正解なのかわからんのよね。どこに内臓があるのが正しいかとか、ここにある神経は何神経なのかっていうのが全くわかんないから、その予習と復習のペースが結構難しかったの。リアルの内臓とか初めは抵抗なかったですか？初めから実物見るわけじゃなくて、講義に出てくるスライドの写真とか、ちょっと言い方悪いかもしれないけど、だんだんちょっと見慣れていくんですよね。で、いざ実物ってなった時に、ああ、あの時見たあれかってなるので、初めからのリアルなやつ見たらびっくりするかもしれないけど、徐々になので全然私は大丈夫でしたね。病院実習の期間はどれくらいなのですか？病院実習の期間は、私は5年生の1月から6年生の9月まであるかな。だから1年9ヶ月ぐらい、ちょうど。楽しかったことは何がありますか？コロナであんまり学園祭とかがない時代で、1年生の時しか学園祭とかそういうのは経験してなくて、楽しかったこと何って考えたら、本当に些細な家で鍋パスタとか、節分の豆まいたとか、食堂でみんなで夜遅くまでわちゃわちゃ勉強したとか、テスト週間の合間にご飯食べに行ってヒーヒーながら勉強したとか、なんかそういうことが楽しかったんかなって今思えば、なんかそれが青春なのかな。専門の科はいつ決めるのですか？いや、これ結構質問に来てた。医学部中に決めるって思ってるじゃないですかみんな。違うんですよ。医学部の在学中は全然決めなくて、医学部一通り全ての科を勉強した後に初期研修を2年するんですね。その2年の間に決めます。で、3年目から専門科に進みます。だからその初期研修の2年の間に決めます。大学の医学部卒業したら誰でも脳外科でも皮膚科でも自由に専門医を選べるのですか？うん、自由に選べます。卒業して初期研修のうちだったら自由に選べますね。でもやっぱ大学の科によってはその科になれる人数の制限があるらしくて、もしめちゃくちゃ人気だったら専攻とかになるとは聞きます。けど基本的に自由に選べます。将来何科で働きたいですか？いや、これめちゃめちゃ迷う、めちゃくちゃ迷うし、なんかポリクリというか病院実習1年間もあって全部の科を見たんですけど、どの科も魅力的なんよね。なんかそれぞれ行くたびに、あ、この科もいい、この科もいいってなるから、
全然一つに絞れなくてどうしようって感じです。決めるまでに時間があるのでしっかり悩もうと思います。何かの先生にいそうですが、ちょっと教えてください。医者になりたいと思ったのはいつですか？またいつから勉強してましたか？医者になりたいと思ったのはね、厳密に言ったら高2の冬、まあ、でもちっちゃい頃、幼稚園とか小学校の頃からお医者さんいいなっていうのは思ってました。うすうす。大学はどういうところを見て決めましたか？私、そう、大学ね、決めるときめちゃめちゃオープンキャンパス行ったんですよ。オープンキャンパス、やってる時期が限られてるじゃないですか。夏休みとかに結構ガポッてやってるとこ多いと思うんですけど、オープンキャンパスのそのイベントに行けれんかったら、自分で勝手に大学に行って雰囲気とか見てました。めちゃくちゃ行った。中四国かなり行ったし、関東の方も何県か行ったし、結構行きました。で、広大はやっぱり自分の中ですごい雰囲気が明るくて好きだったので、一番行きたいなってことで頑張りましたね。オープンキャンパスとか大学に行ってみたらめっちゃモチベ湧くし、自分がここで生活してるんかなっていう想像もつくので、行ってみるの絶対おすすめします。あと、なんかご縁ができる気がする。受かったから言えるんかもしれんけど、広大のオープンキャンパスに行った時に心肺蘇生のサークルの見学というか体験に行ったんですね。で、その時にその先輩とすごい話をして楽しくて、その先輩みたいに広大入りたいと思って、それで頑張ったら受かって、その先輩追いかけてそのサークルにも入るみたいなことが私もあって、つながりというかご縁ってあるんかなって思います。だからオープンキャンパス一回行ったらやっぱご縁ができるじゃないですか、まあ、そういうのってなんかやっぱ運とかに関わってくるんかなって私は思ってますけど、どうなんだろう。医学部の人ってみんな英語ペラペラなんですか？ペラペラじゃないですけど、帰国子女の人とか英才教育されてる人とか結構多いので、喋れる人は多いと思いますね。私もペラペラじゃない、受験英語ばっかだったので日常会話ぐらいしかできないです。大学受験で学ぶ数学って医学部でも役立つのですか？これね、本当にぶっちゃけ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 な話ですけど、ここだけの話ですけど、使ったことマジでないです。一般教養の微分積分の時ぐらい、本当に使わないですね。1年生の時にやっといた方がいいこと、これはマジで遊んどってください。本当に学年が上がっていくにつれて長期休みが短くなっていくから、長い旅行も行けなくなっていくし、勉強が忙しくなっていくから気が気じゃなくなって、がっつり遊べなくなるんですよね。だから1年生のノンプレッシャーのうちにもういろんなことしとってほしいなって思います。私は楽しんでほしい。医学部に入って一番ぽいなと思ったエピソード教えてください。病院実習が始まって白衣着てたりしたら、やっぱ先生と間違えちゃうんですよね、患者さんは。もう先生か学生なのか見分けなんかつかないし、それでなんか先生はどこにいますかとか聞かれたり、何々していいんですかって聞かれたり、医者じゃないけど先生って呼ばれることがあって、まあ、そういう時はあ、医学部生っぽいって思うことありますね。じゃあラスト、来年ってどんな感じのスケジュールですか？そう、来年私6年生になるんですよ。6年生、医学部って6年生なので、まあ、最終学年になるんですね。本当にめちゃめちゃ鬼忙しいっぽくて、まあ、とりあえず実習が9月まであるんですよ。で、実習しながら就活を進めてって、7月とか8月に就職試験があります。もうなんか一般の企業みたいな感じでいろんな病院受けるんですよ。で、病院受けて、それが終わって9月の末にオスキーっていう、本当に診察して何の病気か診断するみたいな、そういう実技試験があって、で、その後に卒業試験がある。で、卒業試験は10月にあります。で、10月の3週間ぐらいあって、1週間に2つずつぐらい試験があるの。卒業試験受からんと卒業できんくて国試も受けれんみたいな試験があって、それがかける3週ある。終わってからまた勉強して、2月の前半の土日に医師国家試験があります。これは2日連続で朝から晩までみっちり、今の共通テストみたいな感じを思ってくれたらいいと思います。マーク試験で朝から晩までみっちりするっていうのがありますって感じのスケジュールですね。マジで忙しいみたいで、私ももう今から受験生になるので、まあ今受験生になろうとしてる方ね、いると思うんだけど、私も受験生なんで頑張っていきましょう、みんな。あと資格の試験とか取る方も結構いると思うんですけど、私受験生なんで、みんな頑張っていこうね、一緒に勉強頑張ろうね。ということで、いっぱい質問答えていきましたが、皆さん本当にね、たくさんたくさん質問してくれて本当にありがとうございます。見るたびに嬉しいです。もう本当に嬉しいです。本当にって言い過ぎだわ。嬉しい、ありがとうございました。本当に全部の質問に答えられないのが申し訳ないんですけど、またこういうね、質問コーナーとかあったらたくさん質問書いて送ってください。今年は6年生になって医学部の集大成なので、悔いの残らない学生生活を送りたいなって思います。一方で
やっぱ受験生なのでめっちゃ勉強頑張ります。卒業試験も国家試験も就活もあるし、オスキー実技試験もあるので、もう山場ばっかりなので、乗り越えられるようにね頑張っていきます。今年受験生になる皆さん、資格試験とかいろいろ大事な試験とか控えられてる皆さん、お仕事大変な皆さん、一緒に頑張っていきましょう。なんかふと思ったんですけど、この私の動画を見て、なんか受験生だからこそ伝えられることもあるんじゃないかなと思うので、あ、美咲ちゃんも頑張ってるんだ、僕も頑張ろう、私も頑張ろうって思ってもらえるようなチャンネルを作れたらいいなって思います。勉強頑張ってるみんな、スポーツ頑張ってるみんな、お仕事頑張ってるみんなのちょっとでも元気を出してもらえるようなチャンネルを作っていきたいなと思うので、私もよろしくお願いします。ということで、最後の動画見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今年もよろしくね。